ついに第16の使徒までを倒した。司会文書に記述されている使徒あと一つ。約束の時は近い。その道のりは長く犠牲も大きかったのよ。さよう。ロンギヌスの槍に続きエヴァゼロ号機の損失。イカリの解任には十分すぎる理由だな。冬月を無事に返した理由を分からぬ男でもあるまい。新たな人柱が必要ですな、イカリに対する。そして全てを知る者など我々も穏便にことは進めたい。君にこれ以上辛い思いはさせたくないのだ。私は何の屈辱も感じていません。気の強い女性だ。怒りがそばに置きたがるのもわかる。問題なのはエヴァ、特に初号機とそのパイロットが怒りの手にあることだ。力を持って粛清するというプランだが、請求にことを荒立てるのは危険だ。あれらが怒りの手の内にある限り、我々の保管計画まで頓挫する危険性がある。そこで最終手段を取る前に穏便な手を試みることにする。君はそれに協力してくれればいい。私に何をしろとおっしゃるのですか。エヴァ初号機のパイロットシンジとか言ったか。彼をある人物に誘惑させ怒りから引き離す。君にはその人物の教育を担当してもらおう。いでよ、渚カオル。まさか男の子。あなたが赤木博士ですね。はじめまして。僕はフィフスチルドレン、渚薫カオルです。赤木リツコ。さっき言ったとおり、目的はあくまでサードチルドレン以下の真実をこのカオルの虜にすることにある。そのためにはできるだけ多くこのカオルを彼に接触させることだな。サードチルドレンのスケジュールはネルフのデータベースに登録されているはずだな。日曜日に調査を行い、ハッキングして調べてもらえ。果たしてあの葛城さんさがきちんとスケジュールを入力しておいてくれるかどうか。どういう意味かね。言った通りの意味ですが。渚カオルの色気を重点的に鍛えなさい。そうでなくては目的の達成はおぼつくまいて。目標より優れた能力を獲得させることだな。自分より劣る者に誰も惹かれはしない。無理は禁物だ。我々の渚カオルが病気になることはないが、ストレスが蓄積すれば学習効率は下がる。時には休養を与えるのもよかろう。病気にならないということはまさか。詮索はその辺にしたまえ赤木博士。職務を全うすればその問いの答えは自然と導き出されるんだ。期間は1ヶ月。それ以上待つことはできん。成果が出なければ別の手段を取らねばならない。我々もそのような事態は望んではいないのだ。あくまで今のところはな。真の人類補完計画の成就は君の教育にかかっている。全力を尽くしたまえ。
わかりました。よろしく、赤木博士。そろそろ私行かなくちゃ。イカリ君も体に気をつけてね。ありがとう、委員長。じゃあね、イカリ君、またいつか会おうね。もうみんなとは会えないのかな。一人なのかい。君は学校じゃ見たことないけど。転入生さ。こんな時に先生も生徒もみんなもう第二神道教師へ疎開しちゃったのに。わざわざ転入届まで持ってきたのに、来た途端学校が閉鎖とはね。もう残ってるのは置いてきぼりにされた僕くらいだよ。僕は渚薫、君は？イカリ真嗣。真嗣君か、いい名前だね。じゃあよろしく頼むよ、サードチルドレン。え、なんで僕のこと。僕はね、君のことなら何でも知っているのさ。おはよう。良い休日ですね、赤木博士。今日は真嗣君のスケジュールを調べるわ。確実に接触するチャンスを増やすにはそれが一番確実でしょ。そうですね。問題は美里がスケジュールをちゃんと入力しているかどうか。そうしなければならない規則なんだけど。薫君は休むなりなんなり自由にしていていいわ。赤木博士もああ言ってくれたことだし、今日は少し羽を伸ばすことにしようか。まったく、いくら見ていても飽きが来ない眺めだね。さてと、帰って調査結果を聞いてみるとしましょうか。いい時に帰ってきたわ。ちょうど今調べ終わったところ。その割に浮かない顔ですが。真嗣君のスケジュールほんの一部しかわからなかったの。美里のいい加減な性格のせいでね。分かったところだけでも教えておくから、あなたも覚えておきなさい。月曜の午後はこれ、火曜の午前中はこれ、木曜の午後はこれ、そして金曜の午前中はこれよ。あとのコマは全部先週と同じとしか書かれていないの。その肝心の先週のデータもどこにあるかわからない。それは困りましたね。あとは実地で調べるしかないわね。こっちもハッキングだから叱れないのが余計に悔しい。美里のやつ。今週のスケジュールをこれで問題ないかしら。じゃあよろしく、真嗣君にうまく接近するのよ。真嗣君、君と一緒なんだね。まさに光栄と言うべきかな。じゃあ講義を始めるわ。可能な限り効率よく学習しなさい。じゃあまたね、薫君。ああ、またね。まだまだ真嗣君に感心されるほど知識が身についていないか。真嗣君、君と一緒に汗を流すのはまた格別の喜びだね。準備運動は済んだようだね。じゃあ今日も始めよう。じゃあまたね、薫君。ああ、またね。真嗣君を魅了するには鍛え方が足りなかったようだね。
芸術は素晴らしいね。心が潤ってくる。君もそう思わないか、シンジ君。自分の感情を思うままに表現しなさい。では始めます。じゃあまたね、カオル君。ああ、またね。もっと感性を磨かないと、シンジ君を虜にするのは難しいな。シンジ君、君と一緒なんだね。じゃあ講義を始めるわ。可能な限り効率よく学習しなさい。じゃあまたね、カオル君。ああ、またね。まだまだシンジ君に感心されるほど知識が身についていないか。芸術は素晴らしいね。自分の感情を。じゃあ、まあ、もっと。カオル君、そんなにじっと見ないでよ。君を見ていたいんだ。変なことばっかり言うんだな、カオル君って。着替えたら、シンジ君は手前のドア、カオル君は僕のドアを使って。もう離れ離れか、残念だな。シンジ君、シンクロテストが終わったらまた会おう。しっかりと集中するのよ。じゃあ始めるわ。じゃあまたね、カオル君。ああ、またね。もっと高い数字を出さないと、シンジ君を引きつけるのは無理なようだね。やあ、シンジ君。こんなところで会えるとは素敵な偶然だね。あ、カオル君、どうしたのさ、こんなところで。僕は今ちょうど空き時間さ。そうだ、せっかく会えたんだから一緒にどこかに行かないか。行くってどこへ？いいところさ。とっても楽しかった。誘ってくれてありがとう、カオル君。じゃあ僕はそろそろ時間だから、またね、カオル君。また会おう、シンジ君。シンジ君、君と準備運動は済んだようだね。じゃあまたね。ああ、シンジ君を魅了。芸術は自分の。じゃあもっと。しっかりと集中するの。じゃあまたね。もっと。次回の戦闘訓練は以上の条件で行います。いつ人が来るともわからないから、みんな気を抜かないようにね。伝達事項はこれでおしまい。何か質問はある？別にありません。僕もです。じゃあ今日はこれで解散。帰ってゆっくり体を休めて。それからシンジ君、今日も遅くなりそうだから悪いんだけど、晩ご飯は一人で食べてね。はい、わかりました。ごめんね。気にしないでください、仕事なんですから。シンジ君、ちょっと聞いてもいいかい？何、カオル君。さっきの様子から見て、君は葛城さんさのところに住んでいるんだね。ああ、うん。本当はアスカっていう子もいるんだけど。ああ、セカンドは心を壊して入院しているんだったね。やめてよ、そんな言い方。ごめん、君を傷つけるつもりはなかったんだ。いいよ、アスカが入院してるのは本当のことなんだから。僕の方こそ、いきなり怒鳴ってごめん。変だね、お互い謝ったりして。よければお詫びも兼ねて一緒に夕食なんてどう？一人の食事は寂しいからね。それってできることなら
君の家で。食堂にしよう。あ、そうだよ、食堂がいいよ。あそこの料理は結構いけるんだ。それには一つ問題があるね。え、何なの？食堂そのものが味気ない。そうだね。え、どうしちゃったの、カオル君。いきなり黙り込んだりして。食堂なのに味がない。まさかそれってダジャレのつもり？つまらなかったようだね。ごめん。まさかカオル君がそんなこと言うなんて。リリンとは奇妙な生き物だ。つまらないのに笑い出すなんて。だってだって、まさかそんなカオル君が。何か心外だけれど、笑ってくれたのは嬉しいよ。さあ食事にしようか、シンジ君。シンジ君は A 定食なのか。ちょっと美味しそうじゃない？カオル君は野菜炒めなの？ビタミンを摂取しなくては。いろいろ考えてるんだ。シンジ君はハンバーグが好きなんだね。え、まあ好きな方かな。覚えておくよ。え、カオル君？好きだと言えるのは大切なことだ。何かを好きでいられればきっと自分も好きになれるからね。カオル君ってすごく哲学的なことを言うね。ん？シンジ君。何？じっとしてて。カオル君！取れた。なんだ、ご飯粒だったんだね。どうしたんだい？そんなに顔を赤くして。うん、なんでもないよ。僕がキスでもすると思ったのかい？そんなわけないじゃない。だって僕らは男同士なんだし。かわいいね、シンジ君は。カオル君、からかうのはやめてよ。そうだね、もうやめておくよ。君にだけは嫌われたくはないからね。カオル君。こんなにも天気のいい日なのに地下にこもるなんてもったいないね。いくら見ていても飽きが来ない眺めだね。シンジ君、君と一緒に。おはよう。良い休。これで問題ないかしら。じゃあ、シンジ君と会えなかったのは残念だ。今日は景色でも眺めながらゆっくり羽を休めるとしよう。シンジ君、君はこのプラグスーツってどう思う？エヴァとのシンクロをしやすくするためのものだってリツコさんから聞いたけど。体の線がはっきり現れるにもかかわらず決して素肌は見えない。ビザールファッションの極みだね。カオル君、何言ってるの？着替え終わったらシンジ君は右の部屋、カオル君は左の部屋に入ってちょうだい。時間だね。では訓練の後またここで会おう、シンジ君。準備はいい？じゃあ始めるわよ。じゃあまたね、カオル君。ああ、またね。まだまだシンジ君に感心されるほどエヴァの操縦は上達していないようだ。シンジ君、一緒に心を研ぎ澄まそう。お互いの気持ちが読めるくらいにね。道着に着替えは済んでますか？じゃあ早速始めるわよ。じゃあまたね、カオル君。ああ、またね。
シンジ君を驚かせるにはもっと心を練らなきゃダメなようだね。シンジ君、じゃあカオル君は随分頭がいいんだね。ありがとう。シンジ君、君さえよければ僕が教えてあげるよ、いろいろとね。いいの？じゃあ今度お願いしようかな。構わない、君のためなら僕はいつでも時間を空けるよ。カオル君、芸術は素晴らしいね。心が潤ってくる。自分の感情を。カオル君の絵、なんだか心が揺さぶられる。僕もあんな風に描ければな。僕なんてまだまださ。世の中にはもっとすごいものを作れる人が大勢いるからね。そう言えるのもカオル君のすごいところだと思うな。君にそう言ってもらえるなんて光栄の極みだ。カオル君、君を見ていたい。変なことばっかり言うんだな。着替えたら信じ。もう離れば。しっかりと集中。すごいなカオル君は。僕や綾波じゃあんな数字は出せないよ。シンジ君、君の本当の力はこんなものじゃないはずだよ。やあシンジ君、こんなところで会えると。あ、僕は行く。あ、ま、シンジ君、エヴァ、体の線。着替えは時間だ、準備はいい。あんなにうまく操縦できるなんてカオル君はすごいや。まだまだだよ。ここに来る前にも訓練をしていたから、そのせいじゃないかな。僕なんかずっと乗ってるのにカオル君より下手だから。シンジ君、君はまだコツをつかんでいないだけさ。きっと君の方が上手くなる。シンジ君。あ、カオル君。また一人でいるね。そうか、葛城さんさは今日も忙しそうだったからね。うん。シンジ君は知っているかい？ネルフ内の施設に大浴場があること。うん、あんまり入ったことないけどね。せっかくだから君と一緒に入ろうと思ってね。シンジ君は僕のこと嫌いかい？そんなことはあるわけないよ。それにしてはいつも避けられている気がするけど。公衆浴場はいいね。リリンの生み出した文化の極みとでも言うべきだ。リリン？人間ってことさ。シンジ君、背中を流してあげるよ。ちょっとカオル君。君はどうしてそんなに一時的接触を嫌うんだい？そういうわけじゃ。自分で自分の背中を洗うのは難しいだろ。でもやっぱり恥ずかしいよ。どんな偉大な人物でも自分の背中だけははっきり見ることもしっかり触れることも叶わない。だから昔の銭湯にはサンスケと呼ばれる背中を流す専門の人がいたんだよ。そうなの？つまり人間にはもう一人背中を任せられる誰かが必要なんだね。うん、だから君の背中は僕が流してあげる。なんだか理屈みたいな気がするな。ほら、綺麗になった。
やと。カオルくんって、あ、ちょっと、そんな変な触り方されたら。これは失礼。許してほしい。少し手が滑ってしまったんだ。今度はシンジ君が僕を洗ってくれないかな。え、背中を流してってことだよ。僕が君の背中を流したんだから、それでお相手だろ。あ、うん。手を滑らせないようにね、シンジ君。道義。じゃあまたね。あ、カオルくん、君を、きも、すごい。さあ、シンジ君。道義に着替えは済んでますか？じゃあまたね。ああ、準備。はあ、シンジ君、疲れたのかい？カオル君はすごいね。あれだけ動いても息なんか全然上がってないし。シンジ君もこの腕をもう少し鍛えれば僕よりも運動が得意になれる。これで問題ないかしら。じゃあよろしく。シンジ君と会えなかったの。シンジ君からくき、じゅ、はん、ま、ぽき。君はすごく集中力が高いんだね。それに比べて僕なんか落ち着きがなくて。シンジ君、君が本気になれば僕なんて足元にも及ばないよ。まさかそんな。本当さ、君には素質があるんだ。失礼だが君は本当の自分を分かっていないようだ。カオル君、自分、カオル、キモ、スッ、おかえり、シンジ君。カオル君、どうしてここに？君を待っていたんだ。連れて行ってあげたいところがあってね。今からならちょうどいい頃合いだし。でもそんな急に。誰かと約束でもあるのかい？そういうわけじゃないよ。じゃあ僕を敬遠しているんだね。そんなわけないじゃないか。ただもう時間も遅いし。よかった、さあ行こう。ちょっとカオル君。ここから見るとこの街はかき割りの絵のようで、美しくて寂しいね。あたかも死のごとく静かにそこに鎮座している。灰色の街ブリュージュのように。灰色の街。19世紀のフランスの作家ローデンバック、彼が書いた首都ブリュージュという小説の舞台だよ。若くして死んだ妻が忘れられない、そんな自分を寂れた町に重ねている哀れな男の話さ。ふん、先を急ぐよ、シンジ君。はあ、すごいや、こんなに星が見えるなんて。町の明かりも届かないからね。ご覧、あそこにあるのが牛飼い座だよ。あれだね。
分かったよ、カオル君。あの星座はギリシアの大神ゼウスの息子アルカスだと言われている。アルカスの母親は彼を産んだ頃、ゼウスの妻ヘーラーに呪われて熊の姿にされてしまったんだ。アルカスは成長すると漁師になった。そしてある日森で母親とは知らずにその熊を殺しそうになったのさ。それでどうなったの？親殺しという悲劇を哀れに思ったゼウスが寸前で仲裁に入って、親子ともども空にあげて星座にしたんだよ。もっともアルカスは子熊座の方だって話もあるけどね。へえ。でも僕はこうも思う。愛する息子に最後に出会い、その手にかかる。母親はその方が幸せだったのかもしれない。ごめん、変な話をしてしまった。あそこで光っているのはカノープス。ギリシア神話の偉大なる冒険船アルゴ号のキールにあたる龍骨座の一等星だよ。昔はもっと低くしか登らなくて、日本からではほとんど見えなかったらしい。そうなの？それで見ると長生きできる長寿星なんて呼ばれたそうだよ。シンジ君はきっと長生きできるね。カオル君ってなんだか知らないことはないんじゃないかって気がしてきた。君だって興味があることはよく知っているだろう？うん。ただそれだけのことだよ。風か。少し冷えてきたね。こっちにおいで。カオル君。こうすれば二人とも暖かい。うん。でも星は誰かと眺める方がずっといい。一人の時よりも輝いて見える。カオル君はずっと一人で見てきたの。僕もこんなに星が綺麗に見えるって思えたのは初めてかもしれない。人は一人一人宇宙の星に匹敵する。特にシンジ君みたいに繊細な人はね。やあシンジ君、こんなところで会えるとは素敵な偶然だね。カオル君、僕は今ちょうど行く。あ、じゃあ僕また。君にそ。しっかりとし。すごく集中力が高いんだね。それに比べて僕なんか落ち着きがなくて。シンジ君、君が本気になれば僕なんて足元にも及ばないよ。まさかそんな。本当さ、君には素質があるんだ。失礼だが君は本当の自分を分かっていないようだ。カオル君、シンジ君、君と準備運動は済ん。シンジ君、疲れたのかい？カオル君はすごいね。あれだけ動いても息なんか全然上がってないし。シンジ君もこの腕をもう少し鍛えれば僕よりも運動が得意になれる。潜在能力は君の方が上さ。おはよう。良い休日ですね、赤木博士。これで問題ないかしら。じゃあよろしく。シンジ君、カオル君ちょっといい？どうしたんだ？君から話しかけてくるなんて。あのさ、
難しい顔をしているね。そのまま。シンジ君、ちょうどいいところで会ったわ。今日も帰れそうにないのよ。家のことよろしくね。あの、伊里さん、今日カオル君の家に。そうね、カオル君さえ良ければいいわよ。僕は構いませんよ。ありがとうカオル君。シンジ君を一人にしておくより安心できるわ。ありがとう美里さん。カオル君、いいのよ。私の方こそ構ってあげられなくてごめんね。じゃあね、シンジ君、カオル君。やめられ、カツラギさんさんも忙しい人だな。大変な時だからしょうがないよ。じゃあ行こうか。うん。あれ、ここってリツコさんが住んでるマンションじゃない？僕は赤木博士と暮らしている。君と葛城さんさの関係と同じだよ。お邪魔します。楽にしておくれ赤木博士。今日は帰らないから。リツコさんもなんだ。そろそろ夕食の支度をしないとね。シンジ君はゆっくりしていて。なんといってもお客さんだからね。でも今日はシンジ君のための特別メニュー、君の好きなハンバーグにしよう。やはり僕は下で寝ようか。平気だよ、気にしないで。布団のことをすっかり忘れていた。だからといって赤木博士のベッドを勝手に使うわけにもいかないしね。無理言ったのはこっちだから。カオル君は大丈夫？この方が暖かい。カオル君、ここに来るまで僕の人生は平穏だった。何もなくて、ただそこにいて日々を送るだけで。でもそれでよかったんだ。したいこともなかったから、生きてることさえどうでもよかった。君は人間が嫌いなのかい？よくわからない。でもここに来て誰かに必要とされてるって感じて、僕にもできることがあるんだって少しだけ思えた気がした。でもいろいろなことが起きて、カジさんもアスカも友達もみんないなくなってしまった。君はなんて繊細なんだ。美里さんもほとんど帰ってこないし、父さんも、父さんはさあこっちにおいで。ずっと僕が抱きしめていてあげるよ。寂しがらなくてもいいんだ。僕が君のそばにいるよ。ずっと君の背中を守る。決して君を見放したりはしない。約束するよ、シンジ君。もうこれで1時間。まさかシンジ君に約束をすっぽかされるとは思わなかったよ。シンジ君にとって僕との約束など心に留め置く価値もなかったというわけだね。おいで、僕と行こう。アダムの分身、生き残るべきなのは僕か、それともシンジ君、君たちリリンなのか。計画は失敗だった。最後の首都タブリスもエヴァ初号機によって殲滅された。もはや躊躇している時ではない。アダムの子供たる首都は全て滅びた。
今こそ約束の時。世界を浄化すべく、我らの母リリスに魂を宿さねばならない。ネルフ本部のマミーを世界各地のコピーによるクラッキングで制圧した後、量産型エヴァ前期および戦略自衛隊は共に物理的にネルフ本部を制圧、初号機とパイロットを確保し、真の人類補完計画を発動する。本部制圧にどれだけかかるかだな。怒りに対処の時間を与えるわけにはいかない。なーに、ネルフなど白兵戦では素人ばかりだ。さして時間はかかるまい。怒りゲント、さらばだ、我が終戦の友だった男よ。シンジ君、すまない。待たせてしまったね。いいんだ。ごめん、カオル君。カオル君は僕を必要だって、好きだって言ってくれたよね。一緒に来てほしいって。今でもその気持ちに変わりはないよ。すごく嬉しかった。一緒にいられたらきっと楽しいだろうなって僕も。ここが僕のいる場所なんだ。父さんがいて、美里さんがいて、みんながいるここが。だから、カオル君と一緒にはいけない。僕にはまだ、ここでやらなきゃならないことがあるから。そうか。残念だ。でも、君が決めたことなら仕方ないさ。君のことは本当に好きだけど。僕はシンジ君にとってせいぜい友達に過ぎなかった。おいで、僕と行こう。アダムの分身シンジ君はきっと騙されたと怒るだろうね。でも君に殺されるのなら僕も本望だよ。計画は失敗だった。最後の首都タブリスもエヴァ初号機によって殲滅された。もはや躊躇している時ではない。アダムの子供たる首都は全て滅びた。今こそ約束の時。世界を浄化すべく、我らの母リリスに魂を宿さねばならない。ネルフ本部のマミーを世界各地のコピーによるクラッキングで制圧した後、量産型エヴァ前期および戦略自衛隊は共に物理的にネルフ本部を制圧、初号機とパイロットを確保し、真の人類補完計画を発動する。本部制圧にどれだけかかるかだな。怒りに対処の時間を与えるわけにはいかない。なーに、ネルフなど白兵戦では素人ばかりだ。さして時間はかかるまい。怒りゲント、さらばだ、我が終戦の友だった男よ。いや、来たね、シンジ君。君にとって大事な話があるんだ。誰かに聞かれてはまずい内容だからね。だからここにさせてもらった。それって秘密ってこと？これから話すことは口頭無形に聞こえるかもしれない。ことは君の未来に関わるんだ。わかった、カオル君を信じるよ。ありがとう、シンジ君。
ウラシカイ文書と呼ばれるものがある。この世に人類が現れる前から存在し、人類の歴史と未来史のすべてが書かれている。それって予言の書ってこと？そう言えるだろうね。それには今や人類が種としての限界に達し、滅びに向かっていると書かれているんだ。そのことに気づいて浦司海文書をあがめ、自分たちが望む形で予言を成し遂げようとする者たちがいる。ゼーレという組織だ。ゼーレ？でもそんなことをどうしてカオル君が知ってるの？ネルフやエヴァを作り出したのが彼らだからさ。そして僕をここに送り込んだのもね。カオル君を送り込んだ？それにネルフやエヴァをって？全ては彼らの望む終末、人類補完計画のためなんだよ。そしてその計画の要になるのが初号機とパイロットであるシンジ君。どうして？僕には何の力もないのに。首都から S2 機関を取り込んだ初号機は今や神にも等しい力を秘めている。だから老人たちはエヴァ初号機とパイロットである君を意のままに動かしたがっている。それとカオル君とどういう関係があるの？どうも君の父上はゼーラとは違う計画を持っているらしい。まさか。じゃあ君を父上から引き離すため、そのために僕はここへ来た。そして今まで黙っていたけれど、僕はね、僕は17番目の使徒なんだよ。どうしてそんなこと？何も聞かなければ僕はカオル君を素直に好きでいられたのに。僕も君を好きになってしまったからさ。カオル君。さあ行かなくては。もう時間はあまり残っていないようだ。ゼーレの老人たちは僕の裏切りを許さない。気がつけばすぐにでも大軍を送り込んでくるだろう。彼らのくだらない思惑にもう付き合うこともない。君は君の世界を守るために戦うんだ。大丈夫、僕も一緒に戦うよ。カオル君。とんだことをしてくれたもんだ。渚カオルが我々を裏切ると、赤木博士の教育に問題があったのではないかね。カオルは強くなりすぎた正義感故に我々を裏切った。正義など相対的にしか存在しない、所詮概念上のものだ。今はそのようなことを言い合っている場合ではない。いずれにせよ事態はすでに我々の手を離れた。もはや見守るしかあるまい。赤木博士の処分はどうです？このシナリオの修正容易ではない。そのようなさまつじに浪費できる時間はもはや残されていない。やあ、シンジ君。カオル君、よかった、来てくれたんだね。待たせてしまったようだね。時間通りに来たつもりなんだけれど。カオル君と約束があるって思ったらつい嬉しくて。君にそこまで思ってもらえるとは光栄の極みだよ。ねえカオル君、ずっと一緒にいてくれるんだよね？もちろんさ、僕はあの誓いを忘れたりはしない。
そうだよね。カオル君だけが僕を騙さない、僕を裏切らないでいてくれる。僕を信じてくれるんだね。なら僕は君に正しい選択をあげよう。正しい選択？ここにいる大人たちは君の父上を含めてみんな君を利用している。父さんや美里さんも？そう。だから君はここを出るべきだ。君が本当にいるべき場所に僕が連れて行ってあげるよ。カオル君。分かったよ、カオル君。カオル君と一緒にいられるならどこへでも行くよ。いつまでもずっと一緒だよ。時が尽きるまでね。カオル君。赤木博士はよくやってくれた。彼女は極めて優秀な教育者だ。任せて正解だったと言えよう。最後の障害は取り除かれた。ここに人類補完計画を発動する。怒りのではなく我々のシナリオの